音楽変わったぞ。うおー、ちょっと待って、勝手に動いてる、勝手に動いてる。ちょっと待って。まだ準備できてないよ。おお、怖い怖い怖い。タイラントか、タイラント。タイラントが出てくるのが。おお、なんかこっち見てるよ、こっち見てるよ。やだ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 、見たくない。しぶといやつめ、このバイオカイザー様が相手だか。あ、バイオカイザー来たね。お、音楽かっこいい。うわ、怖いな、この目が。バイオカイザー。これラスボスでね、もしかして。多分。ちょっと待って、そうだって分かったら、回復してるんですけどな。どうしようか。まあ、行くか。行くしかねえよな、決め技。音楽がね、素晴らしくかっこいい。あー、ダメージ入る入る。入るぞ。やれるぞ。俺たちは強い。痛烈な一撃。勘弁して、勘弁して。首が取れた。勘弁してくれ。うーわ、バッカじゃねえの、これ。バッカ、4000いくらってやりすぎだろ、これ。そうそう、セリフがしょうもないですね。確かにね。よいしょ。あー、ボンバー切れちゃった。だいたい3ターンぐらいなのかな。うわー、アストロさん気絶。ちょっと待って、アストロさんがね、倒れちゃうとバフがけ要因がいなくなっちゃうからね。先動いてくれよ、ビッタさん。先動いてくれよ。頼むよ。よし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 。決め技。HP 回復も1回アストロさん行くか。よし。いやー、クリティカルヒット。はい、どうだどうだ。うわー、大丈夫大丈夫大丈夫。これぐらいだったら大丈夫。とりあえずジンが死んじゃったらゲームオーバーになっちゃうから。お、倒したか。いや、これ第2形態とかあるでしょうよ。あっさりしすぎたもんね。ほら、やっぱりこれ第2形態。一応ボンバー重ね掛けしてみるか。ちょっと待って、これ持ち物でさ、この辺使うか。カロリーパック1、2、カロリーパック1。あ、ボンバー引き継いでるね、これ多分。多分。やった。まあ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 、これはそんなきつくない。よし。でさ、ちょっともう一回、エナジーパック1個使ってみようか。もしかしたら多分全員 BP が全回復だと思う。やっぱりしてないから。これで一回全開しちゃってもいいんじゃないか。ここでもアイテム使い切っちゃうぐらいの感じでさ。ほらほらほら、やっぱりそうだ。 OK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 。 あ、すげえ、 HP も BP もだ。すげえ、全回復なんだ。本当の全回復。あー、これいいな。これちょっともう一個あるから残しとこう。うん、残しとこう。アストロさん、もう一旦行くか。あー、ボンバー消えちゃったか。やっぱ3ターンぐらいなのかな。音楽がとても素晴らしくかっこいい。これさ、全体攻撃、この
第二形態になってから全体攻撃来てるけど、こっちの方楽かもしれない。そんなに、おーし、ダメージ出ないからね。さあ第三形態来るのか。第三形態なんかモザイクかかってるみたいな、股間に。オッケー、さあ来た。あ、倒したか。この後に、なんか、こいつは偽バイオカイザーだ。ダン将軍だったんだ。なに？マジかよ。このままではバイオカイザーにみんなやれてしまう。ピコ、ピコの力を渡す。ピコ、ピコはここでお別れだ。ピコ、はい。みんなの力がフルになった。だがピコは二度と動かなくなった。マジかよ。ちょっと悲しいな。ダン将軍だったのが今の。マジかよ。あれだけ苦戦したのに。おお、なんか揺れてるけど。地震だ、地震。大丈夫か。おいおいおい。あ、でも、炎化しないでくれてる。よし。いや、これもしかして、ずっと下っていくの、これ。下るってか、降りていくの。これか。これが最深部か。多分だよね、おそらく。はい、ちょっと待って、一回確認。一応全開だよね。宝箱を置いてくれてる。エナジーパックありがたい。エナジーパックありがたい。この辺は良心的。あれだけの連戦やらせといて、まあこれぐらいの入りはないと厳しいですよね。え？え？え？え、ちょ勘弁してくれよ。帰れねえじゃんこれ。とうとうここまで来たか。私がシトルって、いや、バイオ、やっぱり、まあ大体分かってたけどね、シトルって博士がバイオカイザーだっていうのは。オッケー、じゃあこれ多分ラスボスだね。来た来た来た、バイオカイザー出現。おっさんかいっていうね。結局ただのおっさんかいっていう。シュトルテ博士をまあ探す旅でもないけどね、そういう感じだったんだけど、あの結局やっぱりシュトルテ博士があれだったんだね。まあなんていうか本命だったというか、ラスボスだった。くそー、もう全体攻撃かい。これちょっと厄介っすね。アストロさんがちょっとやばい。こればっかしかやってこないよね。これしかやってこないね。 OK。第二形態か。エナジーパックを2つもばらまいてくれてるから、多分相当きつい戦いになるとは思う。うわ、気持ち悪いよ、やめてくれよ。こういうの苦手なんだよな。うわ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 、もう原型がない。あなたはもう人ではないのですね。はい、そういうことですね。じゃあカロリーパック1で全開させるか。OKOK。 よし、なんか防御アップ的な、防御アップ的なさ、能力やられなキットかな。これ多分防御アップだと思う。よし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 。うわ、でもそんなダメージ変わんねえな。よし、あれ、あ、そ、え、なんで能力使えねえんだ、なんでだ。オロオロだからか。オロオロだから使えないってか。マジかよ。
うわー、これは強え。これは強い。強いっていうか、ずるい。常にこれだけ、全体攻撃、来るとさ、これは厳しい。骨抜き。これでどうだ。やばい。あ、でも全体攻撃ってことはさ、気絶状態になってまたすぐ回復させりゃいいから、オッケーオッケー。連続攻撃ってこないですもんね。勝った。よしよしよし。あー、厳しいね。厳しいね、これ。やばい、あ、やばい、やばい、やばい。陣の HP が少ない。完全に見落としてた。やばい。1で踏みとどまるでしょ。あ、大丈夫か。お、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 お。第3形態。だな。はい、第3形態。ちょっと待って、これ、ちょっとこの、カロリーパック2使おう。これ多分全開だと思うから。痛烈な一撃。やばい。やばい。誰誰誰誰リタかよ。よりによってリタかよ。マジか。よりによってリタかよ。これさ、あれだね、バイオカイザーより先に動かないとリタ死ぬね。ジンカストロ、よしよし、間に合った間に合った間に合った、オッケー、よし。うー、しんどいぜ、しんどいぜ、これ。ああ、ボンバー効果消えちゃった。くー、つえま、マジつえ、こいつマジつえ。そう、ダン将軍からなのよ、もう。誰だ、誰かが死ぬ。消えさ、消えさ、こらえた。消えせよりやったらアストロさんだよな。まだ倒しきれないか。誰だ、痛烈な一撃来るぞ、これ。アストロさん、アストロさん、早く、リタ早く。よし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 。まあ、これね、こうなるとさ、あれなのよね、なんていうのかな、全体攻撃も来ないって分かりきってるから、まあ楽っちゃ楽だよね、気持ちが。ちょっと待って、カロリーパック2先に向いてくれよ、アストロさん。よし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 。しかもこいつ素早さあんまねえな、バイオカイザー。うん、あんまりねえな。基本的にこっちが先に動けてるんじゃないか。あ、そうでもねえな。そうでもなかった。そうでもなかったわ。うん。そうでもない。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、間違った、間違った。
多分ね、リーダーの方先に動けんじゃねえかな。オッケー。え、なんかやってきたぞ。なんか回復やってきたぞ。ずりーなおい。まあ、こっちも回復してるけどさ。よーし。で、そろそろまたバフ投げしてやらんといかんから、決め技で回復。ボンバーの効果、いやもう消えるって分かってましたよ。 OK。 まだか、まだ落ちねえか。くっそー、これ、あーダメかよ、ダメかよこれ。くそー、どうしましょうか。落ち物、カロリー5000、殴るしかねえな。あいよ、よしよし、リタニア来んじゃねえぞ。オッケーオッケーオッケー、よし、はい、あやべ、ボンバー忘れた。あ、じゃあボンバーまだ継続してるか。そろそろボンバー切れそうだから、押しとくか。あ、やっぱ消えたね。 OK。 まだか、結構追い込んでるぞ。そうでもねえか、そうでもないか。 OK。痛烈な陣技、誰誰誰誰誰誰、うー、アストロさん、やばいやばい、アストロに来んな。よし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 、おお、倒したぞ。あたりは静けさに包まれてた。うごめく影はもうどこにもない。やったぞ、やったんだ。ついにバイオカイザーを倒したんだ。これ怖いから回復しとこう、これ。これあれだよね、なんだったっけ、バロモス倒した後の、あいつ、誰だったっけ、ゾーマみたいな、そんなのがなんか、いるかもしれないから、ちょっとこれ、しっかり回復していこう、これ。怖い怖い怖い、何があるかわからんから。なんだってやっぱりね、ファミコンのゲームってやっぱり理不尽さがね、常につきまとってくるから、これはしっかりしっかり言うても、もうアイテムねえな、おい、厳しいぜ。せめて HP だけでもしっかり回復しといて、これだけありゃいいだろう。よし、ほら、これ真のラスボス出てくるんじゃない。バイオカイザーは四天王のうちの最弱の一人みたいな。あれ、これは動かないね。お、シャトルに乗って、シャトルに乗ってどうなるんだ。はい、で、んで、どうなった、来た。ガイアの選手をよくぞご無事で、さあみんながと待ってます。よし、お、これあれじゃない、一番最初の仲間になったやつ。あ、そうそう、デニスだ、デニス。おい、すげえじゃないか、とうとうやっつけちまったじゃないか。お前な、ちょっと読んでない、読み切れてない。ちょっと胴上げされてるけど、すんげえパワーだね。一人で一人で胴上げしてるけど、すんげえパワーだな。あれ、リタさんじゃない、
ありがとう、ジンさん。バイオカイザーさえいなくなれば、きっとミューダントたちもおとなしくなります。あ、これミューだね、ミュー。かわいいよな、なんかな。はい。お、パミルだ。これにて一件落着だな。これからどうするつもりだい、旦那。旦那って言われるほどの年でもねえぞ。いや、これ、ゾーマ的なの出てくんじゃないの、これ。ねえ。クリス、これ結局使わなかったね。うん。結局使わなかった。一時期こいつ使っていこうかって話になったけど、結局使わなかったっていう。まあ、結局、キエさんもなんか微妙だったから、キエさんの代わりにね、育てても面白かったかもしれないね。うん。俺も地球に行くぜ、男将軍みたいなのがいる限り地球もまだまだ心配だからな。うん。結局男将軍最後までかませ犬的な感じ。あ、これロボットだ。チック、科学は人のためにある。私たち機械も同じ、使う人次第です。ごもっともです。ごもっとも、正論すぎるよな。で、消えさ。我々サイボーグ部隊は地球に戻ることにするよ。まだまだ地球が心配なんだ。お別れしちゃうのか、これ。お別れしちゃったね。こう、あのドラマチックな感じで、こう、ね、二人がこう、別な方向にこう、行くっていうね。かっこいいね。うん。竜、兄貴、何グズグズしてんだよ。みんな兄貴を待ってるぜ。結局、こいつも使わなかった。ロボット全然使わなかったですね。はい、これが最後じゃないか。タク、あなたが地球を救った、あなたが地球を救った、みんながあなたを待っている。まあ悪い気はしねえなみたいな、まんざらでもないなみたいな感じだけど。 OK、 ゾーマ的なのが出ては来ないよね。大丈夫だよねこれね。終わりだよね。信じていいんだよなこれな。よし。綺麗なお姉さんも隣にいるしね。音楽を止めるんじゃない、怖いじゃないか。音楽は変わったけど、エンディングだと嬉しいな。エンディングだと嬉しいな。また続くのかな、どうなのかなこれ。どうなんでしょう。いやー、言ってもファミコンのデータ的にはもうこれで精一杯なんじゃないのか。どうなんだこれ。おーし、よし、終わったー、終わったー。ジン一さん、なんか韓国人っぽい感じの名前だよね。ジン一さん、一三三だよね。アグネスチャンさんみたいな。いやーでもよかったー、終わったー。はい、よかったー。何度も挫折しそうになってよ、もうこのゲームもさ、きつくてきつくて、本当にもう。はい、まあでもランク6の武器は結局ね、どんなもんだったのかちょっとわからなかったけど、まあでも終わりよけりゃ全てよしで、まあいいでしょうこれでね。うん、あー、すげえほっとした。はい、すげえほっとしました。終わってよかった。
裏ボスチックなのはいないみたいっすね、多分このエンディングね、こう来てね。はい、にゃにゃんさんどうもこんばんは。いやー、いやでも結構最後のボスもバイオカイザーも辛かったですよ、これ。はい、ただこのね、ゲーム、作品ね、通してボス戦とかはさ、全体攻撃やってくるボスは常に全体攻撃しかしてこないし、やっぱその全体攻撃もね、なんていうのかな、やっぱ単体攻撃に比べると、ややダメージが落ちるみたいな、感じ。で、単体攻撃は、複数攻撃よりも、ダメージは深いけど、基本的にこのゲームの特徴って、HP 削られちゃっても、死ぬ前にまず気絶状態っていうのがあるっていうのがね、また特殊なんですよね。HP1 で残るっていう。だから、単体攻撃で来て、1に残って気絶になってもすぐ回復すれば復活するから、まあそういうところでは、まあ楽だったっちゃ楽だった。でもきついよね、これね。あ、どうもこんばんは。エンディングですよ。エンディング。はい。めちゃくちゃきつかった。っていうか、道中がめちゃくちゃきつかった。中ボスクラスの敵がもう連続で出てくるから、もうね、完全に数の守り使うタイミング失敗しました。はい。まあまあ、でも、エンディングまでね、たどり着けたからよかったですわ。はい。まあ、途中でなんかこう、どうだろうか、ラウンド1、ラウンド2、なんかこう、なんていうのかな、ホバーがなんか入手したあたり、ホバープレーン、あのあたりから自由度がちょっと出て、もしかしたら何かしらのイベントすっ飛ばして、ここまで来ちゃったかもしれないけども、基本的に攻略見ないで、ここまでたどり着いたんで、そういうの、もしかしたらね、あるかもしれない。あそこの街行ってないぞとか、あのアイテム取ってないぞとか、結構あるかもしれないけど、まあその辺はお許しください。はい。あ、でもいいお話でしたね。なかなかゲームシステムは大変だったけど、いいお話だったと思います。すごくなんていうか SF 好きな僕にとっては、はい、これはなかなか今までね、たくさん、のゲームタイトルやってきましたけど、これはなかなか本当心に残る作品って感じがしますね。はい。まあこれで終わったかな。ボタンを押しても特に動かないので、はい、じゃあこれで終わりましょうか。はい、もうね、本当にとても素敵なストーリー性と、とても素敵なこの音楽をね、提供していただいて本当にありがとうございました。よし、じゃあラグランジュポイントこれにて終了です。ご視聴ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。